マルクス・ワレディウス・メッサル・ラ・コルイヌスの霊病にあったとされるローマ帝国の和紙と武具の彫像。マドリードのプラド美術館所蔵。和紙は和紙を用いた紋章の一つ。和紙の図案は紋章の中でチャージ、サポーター、クレストなどとして使われている。また頭部、羽、足など和紙の一部が使われる場合もある。和紙は強さ、勇気、沿岸。 不死などの象徴として使われ、空の王者や最高神の使者とも考えられた。神話では、ギリシャ神話では、ゼウス、ローマ神話では、ユーピテル、ゲルマン部族では、オーリン、ユダヤ教やキリスト教の聖書では、神、キリスト教芸術では、福音記者、ヨハネなどに関連して使われた。古くは、ローマ帝国の国章とされ、ヨーロッパを中心として関連した帝国、 王国、貴族、都市、教会などで使用された。現在のドイツ、アメリカ合衆国、ロシア連邦、エジプトなどの国章にも使われている。世界の公式な紋章の中には紙を使用したものは多数あり、そのバリエーションも多数あるが、それぞれの色々な伝統を反映している。主な例には以下がある。相当の和紙は特に東ローマ帝国や新聖ローマ帝国に、 関連して使われた。アラブ諸国はイスラーム化の前から和紙の図案を使用している。サラディンの高金色の高はサラディンの高とも呼ばれ、12世紀にサラディンによって使用され、20世紀の反アラブ主義のシンボルとされた。エジプトは1984年にクライ種族の和紙から現在のサラディンの高に変更した。クライ種族の和紙、クライ種族の和紙は、 以下の各国のほかアラビア半島を中心とした暗い種族で使用されている。以下は、和紙ではない鳥の例である。国旗と地図国際地学協会2005年32ページ。ありがとうございます。